どうもー、シュラクマズです。お願いします。皆さん、いかがお過ごしですか？もういろいろと大変ですよね。うちの光大くんも自粛中は家にいる時間が増えて、私は3食ご飯を作っちゃったりして、なんかもう嫌になっちゃった。え、いや、一緒の時間楽しかったんじゃないの？まあ、でね、私はいろいろと落ち着いたら地元の北海道の同級生と同窓会したいと思ってます。なので今日はその同窓会のシミュレーションしたいから、古代私の同級生やって。すいません、ちょっと家族会議。あのさ、その設定夫婦でやっちゃダメだよ。え、なんで？だってこういうネタでしょ。最初は久しぶりなんか言って同級生とお酒飲むんですよ。そしたらね、そこに初恋の相手が来るんですよね。まあ大人になってから再会する初恋の相手なんて魅力の塊みたいなもんですから、2人はね、当時のことを思い出して盛り上がるわけですよ。お酒も入ってることですし、そして2人で同窓会を抜け出すっていうオチさ。ふざけんなよ。何言ってんの？そんなネタしたらさ、あなたこの後初恋の相手に連絡取るじゃん。しませんよ。会うじゃん。浮気じゃん。離婚じゃん。考えすぎだって。どうしたの？あなたしかもさ、この配信を使ってその初恋の相手にメッセージを届けようと思ってるでしょ。いや、そんなことしてないよ。落ち着きなって。とにかく、夫婦で同窓会っていう設定でネタやったら離婚しちゃうから。離婚しませんよ。もっと違う設定にして。普通の。普通の、じゃあコンビニは？私コンビニの店員やりたいから、こうでお客さんやって。すいません、これも家族会議。あのさ、コンビニも夫婦でやっちゃダメな設定だから。なんで？いらっしゃいませ。お弁当温めますか？なんか始まった。あ、お願いします。お箸は何膳お付けしますか？これ私ですか？あ、一で。かしこまりました。熱いのでお気をつけくだ。あ、ちちちちちち。いや、ちょっと気をつけてくださいよ。でもなんかここも温まったっていうか。あ、いや、すいません、また来ます。って恋始まっちゃうよ。何言ってんのって。こんなネタしたらさ、あなたこの後バイトの面接行っちゃうじゃん。行きましたね。で、働くじゃん。そしたら横浜流星君みたいな爽やかさと男らしさを兼ね備えたイケメン男性客に出会うじゃん。浮気じゃん。離婚じゃん。考えすぎだって。あと横浜流星君巻き込まないで。とにかくコンビニっていう設定で夫婦でネタやったら離婚しちゃうから。いや、離婚しないよ。もっと普通の設定にして。普通の。いや、コンビニ十分普通でしたよね。じゃあお寿司屋さんは？あの、広大お寿司屋さんやって。私お客さんとしてそこに行きます。そんなに家族会議したいの？え、あのさ、お寿司屋さんなんて一番夫婦でやっちゃいけない設定だから。え、なんで？いらっしゃいませ、お任せで。あ、よっ。実はね、自分今日から初めてこの握り任されやして、お客さんが一人目なんすよ。自分の寿司食ってくれる人。よかった、こんな綺麗な人で。あ、いや、すいません、すいません。恋が始まりそう。始まっちゃうでしょ。あなたこんなネタしたらこの後一人で豊洲に行っちゃって、そしたら久保田正孝くんもどきの飾り気のない刃の可愛い寿司職人が握った寿司食って、浮気して、離婚して、コロナ離婚かって。コロナ離婚ってそういうことじゃないですよね。俺は離婚したくないのに、そっちはそんなこと考えてんだ。違うよ。っていうか、浮気だのなんだかんだ言ってるけど、自分にやましいことがあるからそういうこと言ってんじゃないの？なんで黙るの？もうこれなかったらこうだよ。いや、これがあってよかったよ。あ、分かった分かった。じゃあ男の人が出てこなかったらいいんだ。女子校は女子校、一緒に女子高生やろうよ。それでいいでしょ。女子高生は決まって、女心くすぐる可愛いいじられキャラの男性教員の噂話で盛り上がるんだよ。もうダメだ。そしたらあなた一番悲惨だよ。あなたその年齢で女子校通うとか言い出して、奥様は女子高生だとか言って、守られたいより守りたい、甘えたいより甘えられたい、山崎賢人君風の可愛い男性教員と恋に落ちて、浮気して、離婚して、ワウワウのドラマかって。そんなドラマないから。あと私が好きなのは斉藤匠くんです。斉藤匠。違うよ。え、もう分かった。じゃあ人間が出てこなかったらいいのね。あの、じゃあ石は石、あの石で、しかも海の底にある石で、それやったらいいでしょ。離婚なんて言わないでしょ。確かにそれだったら離婚って言わないと思う。でしょ。でもね、深海には生物の中で数少ない一切多不正、つまり一匹のメスが複数のオスを従えている超チンアンコウがいるんだよ。だから何？石のあなたはそれを見て、それを羨ましく思って、離婚どころじゃなくて男をたくさん集めて逆ハーレムを作ろうとするじゃないか。もうダメだ。どうもありがとうございました。